旅人、久しぶり。こうしてあなたに手紙を送るのは初めてだね。昔はよくこうやって忘れ去られた人たちに手紙を書いて送っていた。形はないけれど、言葉には力があるからね。たった数行の文字で疲れ切った心を癒し、人々を安らかな眠りへと導ける。私もまたあなたが送ってくれた誕生日祝いに喜びを感じた。かけがえのない祝福は大切に心の中にしまっておこうと思ってる。でも思考によって加工された文字では伝えたい言葉がぼやけてしまうでしょ。だからもし何か私に話したいことがあるなら、迷わず直接教えて、どうぞ私のそばへ来てください。ここなら疲れや困惑を感じることなく、悩みを忘れ去り、心からくつろげるはず。あなたのために安寧の片隅と身も心も温まる飲み物を用意しておきましょう。そしてあなたと出会った記念の祝福も。ああ、運命をまとう糸がほのかに揺れて私に教えてくれた。あなたは必ず訪れると。アポニア。